こんにちは、水戸ホーリーホークから、サンフレッチェ広島に完全移籍することになりました住吉ジュラニレションです。J1 という舞台で戦えること、まあ、このチームで共に戦えることを光栄に思って精一杯頑張ります。よろしくお願いします。まあ、非常に嬉しいです。まあ、本当に、まあ、水戸ホーリーホークでは約1年半プレーして、でも自分自身も早く上のレベルでプレーしたいと思ったので、まあ、本当サンフレッチェ広島に来れて本当に嬉しいです。まあ、非常に、まあ、伝統あるチームということはありましたし、まあ、自分が幼い頃、まあ、J1 で優勝の経験も、まあ、自分の記憶にはあるので、まあ、本当に伝統あるチームだなっていうのが自分の中で印象であります。まあそうですね、まあ、オファーをもらった時はまあ非常に嬉しかったですね。まあ自分自身、まあ知ってる方もいらっしゃると思うんですけど、まあ自分自身広島、自分の母親が横浜の方で広島のお好み焼きをやっていて、まあちょっと競技は違うんですけど広島のカープファンでいて、まあ幼い頃から広島に自分直接はゆかりはなかったんですけど、まあそういう地で、まあサンフレッチェ広島からオファーをもらった時は良かったですし、まあ、本当に母親にも喜んでもらえるかなと思って、まあ、本当に嬉しかったです。自分自身母親に伝える時にはどうやって伝えようか正直迷ったんですけど、まあ、本当にまあ率直にサンフレッチェ広島に決まりましたって言ったら、まあ、何言ってるか分からなかったですけどものすごい喜んでくれて、まあ、本当にそれの笑顔が見れて自分自身も良かったですし、一つまた恩返しが違う形でできたのかなと思います。そうですね、自分自身、まあ、広島県のイメージとしては、まあ、もちろん原爆のあれも今まで、まあ、幼かない頃からそういう被災の地でっていうことは学んできましたし、まあ、そういう歴史のある県だなっていうのも、まあ、重々承知できて、まあ自分自身来るのは初めてだったんで、まあ、どういうところなんだろうっていうのはこれからいろんな選手含め自分でもいろいろ回ってみて、まあ、いろいろ広島を感じていきたいと思ってます。いやそうですね、なんですかね、まあ、まあ確かにそう思えば小さい頃からよく食べてたなと思ってます。いやちょっとまだいろいろと回ってみていろんなお好み焼きをちょっと食べてみたいと思ってます。自分自身身体能力が売りなので、まあ、そうここでのスピードとか体の強さを生かして早く慣れて J1 の舞台で戦いたいっていうのはありますし、まあ、チームの戦術いろいろあると思うんですけど、まあ、そこにも早くチームに慣れてチームの力になりたいと思っているので、まずは守備のところから、貢献していきたいと思っています。そうですね、まあ、正直フォワードやってましたけどセンターバックやってみてちょっとフォワードの経験のところをどう生かすかっていうのはちょっとわからないんですけど、まあ、結構感覚的な部分で、まあ、自分はやってしまっていたので今までは、まあ、プロ入ってからいろいろと、まあ、感覚以外にもちょっと学ばなきゃいけない部分がたくさんあったので、まあ、そういう部分があって、まあ、そういえばああいう時ああいう動きしてたなっていうのをコーチに教えられて、フォワードの時はこうだったら嫌だっていうのが少しずつその後にバックアップしてきてっていうのがありますので、まあ本当プロ入ってからそういうフォワードの経験っていうのは少しやっぱり生きてきたなとは思ってます。そうですね、自分自身、まあ、今年はまだ J2 で1得点しか上げていませんけど、自分自身セットプレーでものすごい得点を取りたいと思ってるので、まあ先ほど言ってくださったように広島もセットプレーでものすごい点を取っているので、そこに自分も加わっていければなと思ってます。そうですね、浅野選手とは直接的にプレーはしたことはないんですけど、まあ、自分が水戸ホーリーホークに練習参加に行っているときに少しお世話してもらった時の印象通りの方で、とても明るく本当に今でも親切にしてもらってたので、早くサッカーのところでも慣れてやっていきたいと思いますし、自分の大学の
先輩の塩谷さんも同じこの道をたどってきているので、自分もそれに近づいて代表に行けるように頑張っていきたいと思います。まあちょっとたびたびっていうか、ちょっといろいろなんだろうな、まあ、まだちょっとそこの部分は決めてないですね。もう少し時間をかけて、ちょっとリーグ戦が始まるまでには明確な目標を決めてやっていきたいと思ってます。そうですね、まあ、チームメイトからはジェラとかジェラニで呼ばれているので、まあ、ジェラかジェラニでよろしくお願いします。そうですね、自分は幼い頃に母親から、まあ、努力した汗は無駄にはならないっていう言葉を教えてもらったのを、まあ、胸に刻んでやっていたのと、あと誰が言ったのかちょっと思い出せないんですけど、その努力したから報われるんじゃなくて、報われるまで努力するって言葉が自分の中ではものすごい、なんだろう、響いていて、やっぱそこの部分を報われるまで努力しようっていうのは自分の中でもう一つの座右の銘になってます。そうですね、自分去年2番をつけていて、大学時代には3番をつけていたので、まあ足して3っていうのもありますけど、まあ、21番、まあ、自分の中で結構最初に言われた番号で一番しっくりきたので、もうすぐ決めました、21番に。そうですね、やっぱりこの自分っていう存在と、その背番号をつけて21番っていうのをサポーターの皆さんに知ってもらうには、やっぱり試合に出て活躍しなければやっぱり覚えてもらえないと思ってますので、まあ、早くチームの力になって、本当試合に出て活躍して、サンフレッチェが上に行けるように貢献していくのが自分にとってもサポーターにとっても非常にいいと思うので、頑張っていきたいと思います。まあ、小さい頃から、まあ片親で母親一人で育てられてきたので、まあ、その思いもあって、まあ、自分もう一人お姉ちゃんがいるんですけど、まあ、母親一人で、まあ、兄弟育ててくれたので、その、まあ、苦しみも知ってますし、まあ、津田さんも大変さも知ってるので、まあ、そこをもちろんプレー自分がプレーしているところが一番の恩返しになると思うので、水戸ホーリーホークは自分がプロとしての初めてのキャリアのチームであって、本当に学生時代は今まで能力一つでやってきたんですけど、まあ、そこを水戸に入って最初の方は、まあ、少年を叩き直されて、いろいろ細かい部分を、なんだ、まあ、ポジショニングとかそういうのを秋葉さんやコーチ陣に学んで、本当に自分自身、まあ、その GM の取り組みとして、先ほどおっしゃったミッションビジョンバリューっていう、サッカーのオンオフの、あのオンオフと両方とも水戸ホーリーホークでは本当成長できたクラブだなというふうに思っているので、まあ、本当秋葉さん含めスタッフ全員に本当感謝を申し上げたいと思ってます。みんな温かく迎えてくれて、まあ、これからもっと仲良くなっていけると思っています。まあ、まだ本当今日初日で、自分自身もまだ少しまだ自分が出せてないというのは、まあ正直なところあるんですけど、まあ今日いろいろな選手が喋りかけてきてくれて、本当なんて温かいチームだなっていうのは本当に感じました。そうですね、自分自身大学にいる時とかに、塩谷さんが代表でプレーしている時とかに、自分は知ったんですけど、あの塩谷さんが国士の先輩だよっていうのを、まあ、チームメイトに教えてもらって、で自分が水戸ホーリーホークに加入するときに、まあ、国士の先輩は誰だろうなと思った、辿ったときに塩谷さんがいるっていうのもあって、まあ、少しそこで意識することはあって、で自分自身、サンフレッチェ広島に来るのも、まあ、そういう同じ道を辿っているっていうのもあれですけど、まあなんです、本当にたどりたいと思っているので、まあ、すごい最近はものすごく意識するようになりました。代表にはもちろん行きたいと思ってますし、さらなる上のカテゴリーでプレーしたいと思ってます。